茨城県道253号、水戸枝川線、水戸市、東桜川、茨城県道253号、水戸枝川線は、茨城県水戸市と日立中市とを結ぶ県道である。水戸市、東桜川2丁目の国道51号、東桜川交差点より、市街地を縦断して、中川に架か,かる、琴吹橋で渡り、道志枝川の茨城県道63号、水戸勝田、中港線。 おろし売り市場交差点まで結ぶ延長約3キロメートルの路線。起点付近は茨城県道174号小泉水戸線と一部、重複。終点付近で茨城県道232号下を水戸線と一部、重複する。水戸市側の経路の途中の約3 2 0ル区間は県道の指定がなされておらず、この区間の水戸市道を通ることで、 起点終点終を往来できる。江戸時代は、岩木相馬街道、明治時代初期の陸前浜街道を経て1932年まで、国道6号の一部であった。1994年4月1日、前身にあたる、一般県道中河内青柳曲がり手線は、道道の一部が主要地方道中線へ昇格、統合による路線認定に伴い同時廃止され、 中川をことぶき橋で渡る、県道中河内青柳曲がりがねて線の残存区間は、起点が、水戸市東桜川町、終点を、勝田市、枝川座山座町とする、新たな一般県道として、水戸枝川線が路線認定された。翌1995年、整理番号253へ変更され、現在に至る。中川を渡る、 ことぶき橋は1912年に竣工されたが1998年8月台風による中川の増水で橋は流出、そのため500メートル上流側に新たな橋と取付道路を建設することとなった。工事は翌年の1999年に着工され、2009年3月23日に開通し、11年ぶりに復旧となった。 起点付近が県道小泉水戸線、終点付近が県道下水戸線とそれぞれ徴用する。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。